はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、期間固定 T ポイントが PayPay ボーナスにできる、8月からヤフーショッピングなどが移行へということで、今回はお題の通り、期間固定 T ポイントが PayPay のボーナスにできるということで、こちらについて解説をしていこうと思います。まあ、その前に、期間固定 T ポイントについて簡単に言うと、有効期限と利用先が限られているポイントで、指定された T ポイント提携先に限りポイントの利用ができるものとなっております。主にキャンペーンとかで付与される T ポイントのことですね。ちなみに僕の T ポイントだと、ざっとこんな感じです。まあ、ほんと全然貯めてなかったので、ほとんどないんですけども、この画面で言うと下の部分の T ポイントのことを指しています。今はその期間固定 T ポイントっていうのが0と表示されているので、今回はここの部分が PayPay のボーナスに移動できるようになるということになります。ちなみにこの期間固定 T ポイントに関しては、通常 Yahoo Japan やロハコ、ギャオストアとかの利用する場面っていうのは限られていたんですけども、大体もらってもほとんどあまり使わなかったんですよね。ですが今回からは Yahoo ショッピング、ヤフオク、ロハコ、ギャオ、Yahoo Japan カードというのが PayPay ボーナス、または PayPay ボーナスミニに移行することになります。で、ここで出てくる PayPay 残高についてなんですが、大きく分けて3つあります。PayPay Lite、PayPay ボーナス、PayPay ボーナスミニということで、まずこの PayPay Lite というのは、銀行口座等からチャージした残高や、ヤフオクの売上金チャージ、6月3日より対応による残高のことですということなので、銀行でチャージしたものですね、こちらは。で、次に、PayPay ボーナスは特典やキャンペーン等の適用に伴い申請される残高ということなので、まあ、よく PayPay チャンスで何円当たりましたというのがおめでとうございますってこう出てくるのがこちらになりますね。そしてこの PayPay ボーナスミニというのは、特典やキャンペーン等の適用に伴い申請される有効期限が短い残高となります。なので、期間固定 T ポイントがこの PayPay ボーナスまたは PayPay ボーナスミニのどちらかに変わるというところになりますね。またはその PayPay で支払う際、実際にお店とかで支払う際ですね、そのボーナスとかどれが優先的にされるのかというところからしたら、ご覧の通り下から 1,2,3 とボーナスから先に使われるようになっているので、ここはもう安心して使えますね。ちなみに Yahoo ショッピングなどの Yahoo 関連サービスにおけるオンライン決済時に付与する PayPay ボーナスを当初予定していた決済額の0.5% から 1% に引き上げるということも発表されています。なので、もしYahoo ショッピングを利用される方であればちょっとお得になりますね。ということで、今回の動画はいかがだったでしょうか。もう PayPay なんちゃらって出てきて少しごっちゃになってるかもしれないんですけども、またその時は動画を見直していただいてもいいですし、まあ、この内容に関しての詳細は一応下の概要欄に公式ページのリンクを載せてますので、もしまあ気になるという方がいたらぜひ確認してみてください。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あと Twitter もしてますので Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。